と誰がいるんだっけ。はい、夏美ちゃん、どうぞどうぞどうぞお進みください。こんにちは。30秒、皆さんこんにちは。私、チアドラゴンズ2016、3年目の新井夏美でございます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、DDC 特情報なんと10分しかありません。なので、なんかスペシャルゲストがいらっしゃるみたいなんですよ。なので私はちょっと喋ることないかなみたいな感じなんですけど、ニコニコして見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。何ですかそれ、何でしょう。大丈夫ですか。もう昨日やったから。あ、はいはい、置いとくだけ置いとこう。あ、わかりました。あ、何だか知ってる。え、ちょっと見てないんですけど。あ、ぶぶぶぶ、すごい大豆、これ豆乳だね。はいはいはい。今日ピッチャー誰だったっけ。今日は、大谷投手ですね。そう、彼のニックネームは。え、大谷翔平投手。ニックネームちょっとわからないですね。二刀流。二刀流、ああ二刀流。二刀流。日本になかった方のためにね、今日もこれさらっと言ってます。二刀流、でも北海道デザインですからね、抜かりはないですよ。あ、それ昨日出しちゃったんですか。そうそうそう。あ、そうなんですね。だって今日忙しいもん。あ、そうですね。すげえ忙しい。今日忙しいですよ、皆さん。いいんですよね。いいんですよね。いい、もちろん、いい、OK。すげえことが起こります。はい、実はガールズシリーズということでスペシャルゲストをお招きしています。はいはい、どうぞ皆さんご期待ください。なんと岡澤慎之助投手です。すごいことだこれ。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。こういった機会きっと初めてだと思うんで、皆さんにご挨拶をしていただいてもいいですか。改めて近くで見るとすごい体してらっしゃいますよね、これね。そんな小笠原投手、プロでね、3試合登板されて、ここまでのプロ生活いかがですか。そう、生活に慣れるのがすごい大変だったので、まずそこから慣れていかないと結果も出てこないなと思ったので、まずはその生活の方からしっかり慣れていこう、行こうかなっていう感じだったので。なるほど、まあ、ある意味私生活を支えてくれてるのかもしれません。プライベートでは若松投手とよく交流しているイメージですけど。はい、嬉しそうですね。焼肉行ってます。うん、焼肉行ってます。焼肉によく行くんですか。若松投手が誘うんですか。そうですね、僕も連れてってくださいって言うんですけど。連れてってくださいって言うんだ。へえ、2人で行くんですか。そうですね、2人の時もあれば、まあ、4人。焼肉屋行くとどんなものを食べるんですか。ハラミ食べます。ハラミ、はい、10人前ぐらい食うんですか。先生まで食べないんですか。なんかちょっとね、可愛らしいんですよね、近くを見てるとね。ガールズシリーズです。どんな女性が好みなんですか。これ聞きますよ。ちなみにこんな女性が近くにいます。はい。何そんなの。恥ずかしい。はい、優しい方が好きです。優しい方。あ、まあ、優しいにしてもいろんな種類がありますけども、なんか具体的になんかないですかね。こんな仕草が好きとか。すごい汗かいてますけど大丈夫ですか。走って走ってた。あ、走ってこれか。ありがとうございます。嘘です。なんで嘘つくんですか。なんですぐ嘘つくんですか。どんな女性、こんなピンポイントでなんかないですか。例えばね、例えばね、例えば女性を、ね、お願いします。女性ってなんかよく車運転しててこうバックするときにこうかけてやるといい、あるじゃないですかね。それ系それ系。免許持ってないんで。車以外のシーンでしょ。一緒に乗ったことないんで、お母さんにキュンってしないですよね。そうです。お母さんにキュンとしたらね、ほらあれですけど。じゃあちょっと、じゃあなずみちゃん、なんかキュンとしそうなさ、はい、なんかアクションちょっと見せて。え、でもあれですよね、例えばあの髪の毛を耳にかけるとか、そういうのありますよね。ちょっと近くでやってあげて。あ、ちょっと短めなんですけど大丈夫ですか。いいよいいよ。どうですか。
ピーあとあなたさ、すみません、セクシージャズ得意。セクシージャズ、そうですね。セクシージャズ見てもらって。セクシージャズはちょっとこんなんどうすか。最高スタイル。よかったです。すみませんね、無茶なこと言ってね。なるほど。じゃあちょっと真面目に野球のことも聞いていきたいと思いますけども、改めて3試合投げられて、こうなんか一軍のピッチャー、バッター、いろいろ見てきたと思いますけど、うわ、この人すげえなーと思ったのは誰ですか。みんなすごいですよ。みんなもちろんね、すごいですけどね。中でも特に、なんか味方でもいいですよ。味方のピッチャーの時、若松投手のよいしょでもいいですよ。やめときます。やめときます。しないんだ。ないですか、なんか。ロッテの清田さんとかは、うん、すごいパワーあるんで。おー、清田選手ですか。あー、なるほど。また対戦するとしたら清田選手とは日本シリーズということになりますけど、ね、ぜひそこに向かって頑張ってください。頑張ります。お願いします。はい。3試合とも5回まで投げられましたね。はい、はい、球数が100ちょいぐらいですか。そうなんです。我々としてもですね、すごいこう気持ちを込めて応援してるんですけども、なんでしょうね、この勝ちに届かない要因って今のところ何だと思いますか。そうです、ね。まあ、やっぱり球数が多い分、まあ、イニングも全然放れてないんで、やっぱりそこが一番課題なのかなと思います。はい、ぜひクリアしてくださいよ。頑張ります。先日名古屋ドームで投げた時の完成いかがでした。すごい嬉しかった。嬉しかった。はい、改めて皆さんに感謝の一言お願いしますよ。はい、すごい前回は嬉しかったんで、次回登板するときはまたもっともっと大きな声援をお願いします。いや、嬉しいですね。夏美ちゃんからも何か大丈夫。はい、質問してもいいですか。いいんじゃない。名古屋の何か好きな食べ物とかってありますか。味噌カツしか食べてないんですけど、 あとひつまぶし、ひつまぶし大好きなんです。あ、美味しかった。めちゃくちゃうまいです。つうかさ、本当に完全に照れてますね。彼女からの質問なのに俺の方向いてこないですよ。ういういし、かわいらしいですね。もう今野球一筋いいですね。もう女性のこともね、もちろん好きだけども野球ですよね、今ね。そうですか。そうですね、打ち込んでください。はい、じゃあもう時間が来てしまったので恐れ入ります。というわけで皆さん、これからもね、プロ初勝利を熱く熱く応援してください。突然にもかかわらず来てくれました、未来のエース小笠原慎之介投手を大きな拍手を送りください。ありがとうございました。よかったね。はい、僕も聞いたの今朝だったからすごいびっくりしたんですけど。本当ですね。いや、楽しみいただけたようでね、何よりですね。はい、もうすごいサプライズですよね。はい、サプライズって今ね、昨日ね、試合終了後にもやったの知ってる方います。そうそう、あっちのところでね、高いところから何板選手が出てきて、みんなにわーってやったらすごいことになっちゃって、まあ、そういった形で球団創設80周年にちなんで、ドラゴンズたくさんイベントを展開していきますので、これからも熱く応援していただければと思います。ニディシット君、今日もうこれで時間ですよね。はい、あっちもらったね。ダメですね、本当に。はい、でこの後は皆さんのダンスの前に、そうだ、栄ガールズだ。はい、栄ガールズがここからステージを広げてくれます。はい、でそんな栄ガールズのステージの前に皆さんにですね、ちょっとご協力いただきたいことがございます。恐れ入りますが、撮影はスマホと携帯のみ、撮影はスマホと携帯のみということでご協力いただきたいと思います。いわゆるなんかちょっと長いやつとかいうのね、ご容赦くださいということです。くれぐれもご協力をよろしくお願いします。さあ、というわけでファイターズとの3連戦、今日が最終戦です。皆さんご存知の通り、今日相手は大谷翔平。はい、ドラゴンズファンの皆さん、打ち崩しましょう。勝って3連勝で交流戦を締めくくりましょう。はい、ありがとうございました。ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠でした。そしてチアドラゴンズ2016の新井夏里でした。以上、夏里ちゃん、あ、ありがとうございます。